こんにちは。このチャンネルでは声優さんを応援したくなるようなニュースをご紹介していきます。今回のニュースはこちら。それではどうぞ。9月9日、声優ギブユウコさんが拡散希望ということでこんな X ポストをされました。2016年に有志で開催した松木美優さん哀悼イベントサンキューミュウちゃんのホームページがこの度お引越しすることになりました。7年前に終了したイベントのホームページを今になっても残している理由を語られています。松木美優さんは2015年10月27日慢性活動性 EB ウイルス感染症にて38歳の若さで永眠されましたが、翌年2016年に開催された哀悼イベントのために準備されたホームページでは松木さんさんと同じ病気で治療されていた方の講演会の動画が視聴できたり、同じ病気で苦しむ方への情報が掲載されています。さて、このホームページを保管していたサーバーの利用期限が近づいているそうですが、ギブさん曰くこの瞬間も理由のわからない体調不良で悩み、いろいろと検索している方の一助になる可能性がゼロではないということで、今後はホームページを制作された方の個人サーバーで管理していくとのこと。松木美優さんと仲良しだったアスミカナさんもサンキューミュウちゃんのホームページがお引越しするとのこと、個人的にもそうしてもらえるのはなんだかありがたいです。わけわからん病気って実は割と身近にあって、情報ってそういう時少しでも多く欲しかったりするものだなと思うのです。誰かに届くといいな。皆さんもたまに覗いてみてくださいとポストされています。松木さん哀悼イベントの新ホームページは動画概要欄に貼っておきます。ぜひ一度訪問してみてはいかがでしょうか。アイドルマスターミリオンライブ高山さよこ役を演じる声優駒形ゆりさんが9月8日巨人中日戦の始球式に登場。今回はアプリ8月のシンデレラ9、通称ハチナイと巨人とのコラボ企画でした。ハチナイで駒形ゆりさんは坂上芽衣を演じています。球団創設89周年の記念とハチナイということで背番号89のユニフォームを身にまとう駒形さんは可愛らしいポニーテールで登場。真剣な面持ちで投げた球はノーバウンドで届きます。すると駒形さん両手を上げてぴょんぴょん跳ねながらくるっと一回転して大喜び。さてこの始球式の様子をネット記事がノーバン始球式とかノーバン投球とか書いたことによって、まあ嘘ではないんですけど、ネットではこんな声が上がっています。ノーパンに見えました。本当にすみませんでした。ノーパンかと思って動画まじまじと見てしまったよ。ノーパン？はい、ということでね、そんなことは絶対起こらないんで安心してください。そんなんなったらね、始球式どころじゃないんで。9月14日、声優ユニット7分の22公式 X がこんなポストをされます。先ほど、浅岡真央のインスタグラムのライブ配信にて、なりすましアカウントにより不適切なコラボ配信がされました。早急に配信を停止して対応をとっております。ご心配をおかけして申し訳ございません。浅岡真央さんは7分の22では、桐生東子というキャラクターを演じられており、フジテレビ、目覚ましテレビの今時ガールを担当されている方。さて、公式のポストにある通り、浅岡さんのインスタライブ配信中に、なりすましアカウントから悪質な被害を受けたご様子。この事件はすでに多くのニュースサイトで記事になっていますが、ガチで胸クソ悪いです。まず大前提として、インスタってコラボ申請に対して承認することで誰でもコラボ配信が簡単にできてしまいますが、ユニットメンバーのアカウントになりすました男性がコラボ申請した結果、浅岡さんがそれを承認、結果コラボ相手の画面に映ったのはあまりにおぞましい光景でした。かなりオブラートに包んで説明しますと、男性が自分のキノコを上下に痛めていたとか、それまで楽しく配信されていましたが、この男性のせいで即刻配信中止。なりすましアカウントはアイコン画像が同じ、アカウント名も横棒の長さが違うだけというレベルで、正直見分けるのは困難だったかと。事務所の対応についてネットでは、早急な対応ありがとうございます。真央ちゃんのケアよろしくお願いします。メンバーのケアと犯人への法的措置をよろしくお願いいたします。なんでなりすまし対策しないんだよといった声が上がっていました。まあ当然ですが、男性の行為は完全に公然わいせつ罪が該当するかと。あまりに悪質で浅岡真央さんにとってトラウマになる可能性もあり、とにかく気持ち悪いということでね、コメントにあった通り、今後の再発防止を含め法的措置などを期待したいところです。2023年8月11日に放送された声優と夜遊び28時間テレビ、数々あった企画の一つに上坂すみれさんと三上しおりさんのツイスターゲーム対決があったんですけど、三上さんにとってはね、トラウマを抱えてしまう結果になりました。というのも、三上さんゲームの最中ずっとカメラにお尻を晒し続けることになってしまったから、上坂さん MC の声優と夜遊びに三上さんがゲスト出演した際に当時の心境を語られていますが、三上さんカメラにお尻を晒し続けた結果、トラウマ、いや尻馬になって
ってしまったとのこと。その日は帰宅して小松美香子さんに慰めてもらったそうです。で、小松さんからいかに慰めてもらったのか気になります。先日小松さんのラジオで語られてますが、三上さんから落ち込んでずっとヨギボーに座ってる人になってるという LINE メッセージが届いたそうです。そして三上さんこう言ったそうです。そろそろヨギボーから立たないといけないんだけど、部屋を片付けないといけないんだけど、どうしてもお尻が動かないと。これってかなり重症じゃないですか。尻馬になった結果お尻が動かなくなってしまったんですよ。すると小松さん、いいんだ今日は休みな、ヨギボーも休むためにあるんや、ほらヨギボーも休めって呼んでるよと甘い言葉をかけるも、三上さん、床に散らばった服たちと絞ります。小松さん、服たちも一緒に寝転がろうって言ってるという感じで1時間ぐらい慰めてあげたとか。ということでね、皆さんも尻馬になってしまった時は誰かに慰めてもらってください。9月10日、大塚明夫さんがこんなポスト。車買ったご機嫌だ。そのお車というのがこちら。車のデザインやポストへのリプから、おそらく日産エルグランドライダーシリーズと思われます。ちなみに明夫さん、フェイトゼロではライダー役を演じており、お馬さんに乗っていました。さて、新車というリプに対しては、ん？ガリバーって新車も売ってるん？これは中古よと反応されています。そんな明夫さんですが、今年7月25日にはお車の冷却水タンクが破裂して愛車がレッカーされた旨をポストされていました。これを受けてネット記事が、レッカーされた愛車に代わりとか、新たな愛車としてとか書いてますが、これ間違いでね、明夫さんが訂正されています。なんだかまとめサイトが勝手なことを吹聴しておりますが、まあどうぞお好きに。我が愛車は修理も済み、すこぶる会長です。今回は中古で1台増やしたのです。なぜかお騒がせしました。つまりレッカーされた車を手放し、新しく車を購入したのではなく、新しく1台増やしたということです。これに対して、愛車直ったのですね、ダメになって買い替えたのかと、よかったという声もありました。この一件で自分が思ったことはたった一つ。車買ってご機嫌だとポストする明夫さん、かわいすぎ。松岡義嗣さん、2022年9月から2023年8月まで放送されていた特撮ドラマ仮面ライダーギーツでラスボス、スエルの声を担当されていました。スエルの他にも変身ベルト、ビジョンドライバー、システムボイスを担当されていましたが、実は最初ベルトの音声だけ担当する予定だったことを先日のラジオで語られています。ベルトの音声を収録したタイミングでスタッフが、このままいけんじゃねえというノリで決まったとか、マネージャーから突然台本を持ってこられ、え、俺出んのと焦る松岡さん。ただね、松岡さん特撮に出るのが初めてだったそうで、現場でどう立ち回ったらいいのかわからないということで、事前に杉田智和さんに LINE して助言を求めたそうです。一言頑張れみたいに返ってくるかと思いきや、杉田さんめっちゃ長文で答えてくれたとか、ここはこうだからこういう風になっていてみたいに、まるでマニュアルみたいなものを作って送ってくれたそうです。松岡さん、これには非常に助けられたそうでね、改めて杉田さんってめちゃめちゃ後輩思いの良い先輩だと思いました。先日脇あずみさんが見た万引きをする夢があまりに恐ろしかったんでご紹介します。夢の中で万引きをしてしまったあずみさん、自分の意思でしたそうですが、実はあずみさんの前にまちこさんが万引きをしていたそうです。もちろん夢の中で、あずみさん万引きするまちこさんを見て、自分もしていいんだと思ってしまいます。見られてないかな、監視カメラに映ってないかな、などと思いながら、ドキドキしながら万引きをしてしまうあずみさん。その日は何事もなく帰宅。翌日には誰かが家を訪問してきます。警察ではなくお店の人でした。ちょっとお店来てもらえますかと言われ、お店に行くと安住さんを待っていたのは意外な人たち。安住さんが MC を務めていた番組アニゲイレブンのスタッフさんたちです。みんな泣いていて、脇さんしたんですか、信じてますよと声をかけられたとか、想像しただけで切なくて泣きそう。その後どうなったかは語られていませんが、とにかく怖かったそうです。さて、万引きする夢は夢占い的にはどんな意味があるのか調べてみると、本当はもっとこうしたいといった日常への不満を感じているサインで、本当の自分と向き合うことで好転のチャンスなんだとか。ということで、安住さんと真知子さんの今後のご活躍を祈りたいと思います。津田健次郎さんファンに朗報。津田さんの写真集ささやきが10月13日に発売決定です。コンセプトは津田さんをすぐ近くに感じるような、体温が伝わるような一冊ということ。現在公開されている写真ではベッドに横たわる津田さん、車の運転席からこんにちはということで、この2枚だけ見ても津田さんの色気可愛さが伝わってきます。さて、どうやら津田さんが写真集を出されるのは2014年以来だそうで、9年ぶりとなっています。 Amazon 高評価がえげつないです。津田さん X にてこんなポスト、写真集見ちゃう？見ちゃいましょう。はい、以上です。時が戻ったらキスしてグッバイ。次の動画でお会いしましょう。